世界史勉強法。どうもこんにちは、篠原です。今回は世界史の勉強法について話したいと思います。はい、世界史勉強法ですね。で、まあちょっとごめんなさい、これまで僕の動画見てくれた人なんかヒゲ生えてるの気になるかもしれないんですけど、これ後で話します。で、世界史なんですけど、正直世界史すごい難しいです。すごい難しいで、じゃあどういう風に勉強するのが一番いいのかっていうことなんですけど、世界史において一番大事なことはもうこれかなって思うのが国名なんですよね。国名で、この国名とこの地域のこう、なんでしょう、整合性をつける、これが一番大事なのかなと思います。国、どの国がどこにあるのかっていうことをこうちゃんと分かるっていう状態にしておくっていうことが世界史はすごい大事なのかなと思います。というのも、この地域って世界地図ね、この世界地図でこう世界史勉強してると、この世界地図のなんとか半島みたいなのが、まあ、結構こう当たり前に出てくるんですよ。で、世界史がまあこうなっててみたいな。で、これの例えばですね、なんとか半島って言われて、まあこことかね、っていうのがすぐ分かるような状態になるのって結構まあないというか、まあ、少なくとも僕はですね、世界史勉強するまで世界地図が頭に入ってなかったんで、その状態で世界史やるって結構大変かなと思うんですね。だからまず世界地図が頭に入っているっていう状態で、さらに例えばですけど、日本馴染みないんであれなんですけど、日本は天皇朝日本なんですよ。言うならば天皇朝日本でずっとこう、なんでしょう、一つの王朝のままで入れてるんですけど、例えば中国とかだと結構その国の名前が変わったりとかするんですね。イスラムとかでもアッバース朝とかね、アユタヤ朝とか、なんかラタナ方針着理朝とか、この辺でいろいろあったりとかするんですよ。なんとか朝って何みたいな感じでややこしいので、どの地域でどの国ができたのかっていう、この整合性をつけることをまずやらないとちょっときついかなって思います。で、さらにその上で2つ目なんですけど、これをつけたら、じゃあこの国のですね、外交的な部分ですね、外交的な部分っていうのを覚えてほしい。外交、まず外略ですね。これ、大事なのは何かっていうと、滅亡されたっていうことです。滅亡ですね、滅ぼされたみたいな、滅ぼされたっていうことだけ覚えてください。まあ、滅せられたですね、ことだけ覚えておいてくれたらいいかなと思います。滅亡ね、されたことだけ覚えてください。まあ、なぜかっていうと、その外交的な流れって結構大変なんですよ。というのも、この滅亡されたっていうこと、これだけ覚えておけば、一応どの国がどういう関わりになってたかっていう、その、関係は分かるんですけど、例えばそれ以外の外交、戦争しましたとかね、そういうこととか覚えていっちゃうと結構頭わーっとしてわちゃっとしちゃうんで、なんかその戦争したとかそういうことの前に、まずこう滅ぼされたとか、どこを滅ぼしたとか、そういう関係だけまず覚えてください。つまり外交の一番上のところね、滅ぼすところまで行った外交をちゃんと覚えていただいて、その後ですね、3番目、王様の名前ですね、王の名前、日本の古代とかでいうと天皇の名前に当たるところ、近現代でいうと、まあ、将軍の名前とか、内閣総理大臣の名前ですね、そういうところに当たるところを覚えてください。で、この王の名前を覚えるときについて、大事なのがやっぱり建国者ですね。建国者、まあ、これはちょっと、まあ、もうね、建国者がわからないとどうしようもないんで、建国者ですね。で、あと、まあ、できればですけど、滅んだときですね、とか乗ってるんだったら最盛期の頃の王様、偉大な王様とされる人をそれぞれ覚えてくれたらいいかなと思います。で、この王様の名前を覚えるときに、ついでに、多分ですけど、ついでに内政やると思うんですよ。内政やると思うんで、さらにこの内政と外交ですね、外交のところを覚えるっていうのがいいかなって思います。だから、この滅亡したっていうところにはいかないけど、戦争したとかね、どっかと条約結んだとか、内政的にこういう制度を作った、アパルトヘイトやったとか、なんかそういうことを覚えていくのがいいかなと思います。で、ここまで来てやっとですね、その
国が分かって地域どの地域でやったのかで、どこがどの国を滅ぼしてどういうふうに併合したのかっていうことを、さらにどういう大隈がいて何をして内政とか外交とかやって初めてこう世界史のなんとなくの姿っていうのが見えてくるのかな。これが分からないとちょっと正直どうしようもないのかなと思います。やっぱり社会っていうのは外堀を埋めるっていうことがすごい大事なんですよね。こうイメージとしてはジグソーパズルなんですよ。ジグソーパズルって一番最初のこことかこことか埋めるじゃないですか。でこことかこことか埋める前に、まあ、全体何の絵が描かれてるかを知りますよね。何の絵が描かれてるかを知って四隅を埋めて辺を埋めて、でその後この辺をこう分かるところから埋めていくっていう風にやると思うんですよ。これがやっぱり一番いいのかなと思います。で例えばですから、この国名ね、国名を覚えるときもどの地域からやるか、どの国から覚えるかっていうと、やっぱり好きなところからやった方がいいと思うんですよね。好きって思うところからやった方がいいと思う。まあやりやすい、戦えそうって思うところ、まあ僕がいいかなと思うのはイギリスですね。イギリスは、やりやすいです。あと中国もやりやすいです、この辺りはやりやすいんですが、フランスからやるのは多分やめた方がいいですね。フランスはちょっと難しいので、イギリスとか中国とかからやるのがいいかなと思います。日本史ペンタクルと中国からやるとやりやすいと思います。世界史の人はフランス、イギリスかな、イギリスの方がいいのかな、イギリスとか、まあ、ドイツとかですかね、がやるのがいいかなと思います。でちょっと中東のところはこれ難しいよね。外交とか難しいと思うんで、そう気をつけてください。であと、最後直前期ですね。直前期に、文化史と文化史をやってください。文化史はもう本当に大変です。めんどくさいんですが、やれば結果が出ます。やれば結果出るんで、これはしっかりやってくれたらいいかなって思います。はい。で、世界史は、やりすぎないことですね。おかげすぎないこと、それぞれの世界で日本史並みの歴史を語ろうと思ったら語れます。なんだけれども、そんなことやってると脳みそが何個あっても足りないので、世界史は絞ることで、まず概略を覚えること、外堀から固める、全体像からやっていくっていう風にしていってください。僕の勝手な経験ですけど、世界史はねすぐ忘れます、覚えたこと。なので世界史はね本当大変なんですけど、まあやるしかないよね。やっていきましょう。ちなみにまあ僕、外交とかよく間違えます。本当に今でも間違えます。戦争の名前と条約の名前とかね、本当によく間違えるんで、本気よくやるしかないかなと思います、ということで今回は世界史勉強法について僕なりの意見を話しました。ぜひ皆さん、この辺意識してやってくれるといいかなと思います。ということで今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。ひげ生やしてる理由なんですけど、僕のホームページに、現代文とか日本史とか臨世とか、そういう各教科の具体的な内容まで踏み込んだ、動画を上げてるんですよ。アップロードしてるんですよ。でその時になんか各教科1個ずつこう変化つけようと思って、例えば物理の時はスーツ着ないとかね、現代文の時は、セーターを着るとか、日本史の時は上下のコスプレをするとか、なんか一個一個、やってるんですよ。で世界史の時はちょっとヒゲにしてみようということで、やりました。似合ってるって言ってくれたらいいんですけどね。まあぜひ世界史勉強頑張ってください。僕は世界史は大変だと思うよ。本当に難しいと思います、世界史は。まあ趣味によるけどね、僕は日本史の方が好きでしたね。やりやすかった、戦いやすかったです。これはまあ趣味による、その人の思考回路というか持ってる、生まれ持ったものによると思うんですけど、まあ大変なんですけどね、頑張って、覚えていってくれたらいいかなと思います。最後になりますが、この動画の動画概要欄 URL クリックしてもらったらメルマガ登録フォームと言います。30秒ぐらい登録できるんで、よかったら登録してください。今後もこういう勉強役立つ情報をどんどん配信していくんで、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということでまた次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。